ました。赤坂さん。え。暑いですね。でもいいお天気ですよ。どこかへお出かけするには絶好の日和じゃないですか。すまんな、みゆき。見ない警部、家の中には入れますか？はい、上に許可も取って鍵を預かっていますので。あ、そうだ。こちら一課次長、見ない。先日の事件現場に到着しましたので、これより現場検証に向かいます。どうぞ。垣内 PS より見ない次長へ。了解した。鑑識の捜査は終了しているが、可能な限り現状維持を保つように。必要なら藤田刑事が誰かお手伝いに向かわせるが。どうぞ。そうですね、現時点では必要なし。1時間ほどで車に戻りますので、例の件について進展があればその時に。どうぞ。了解した。どうぞごゆっくり。通信終わります。何か？相変わらずマメですね。ちゃんと上司さんに伝えてきたんだし、いちいち連絡なんかしなくても大丈夫じゃないですか？いえ、これも規則ですから。それに公務で外に出た時は、万一のことがあった時に備えて活動内容を逐一報告しておくことが刑事の義務です。いやー、それにしても暑いですね。智恵ちゃんもそのジャケット脱いじゃったらどうですか？お気遣いどうも。
でも私、割と暑いのは平気ですから。本当に？本当です。まあ、天気が良すぎるのも考えものですね。喉が渇いて仕方がない。お？どうぞ。これでよければ。いやー、生き返った。ともえちゃん、気が利きますね。こういう暑い日は自販機を探すのも面倒ですから。何か？ああ、いえ。こんないい天気の日に現場検証ってのは気がめいりますね。そうですね。こういう天気の時は匂いもきつくなりますので、それも嫌な感じです。服に染みつかなければいいんですが。そんなに匂いますかね。どれどれ。大石さん、何するんですか。いや、体臭を気にしてるみたいだからちょいと確かめてあげようかと思いましてね。大丈夫ですよ、全然匂ってませんから。なあ、そんなこと言ってね。私の匂いじゃなく、事件現場が匂うって意味で言ってるんじゃねえですが。あ、見ない警部、出身は茨城ですか。え、東京です。でも祖母と母が水戸でしたから、その、あの赤坂警視、どうして私の出身が茨城だと。いや、実は親戚が日本に住んでいましたので。すみません、ちょっと懐かしくて。あ、そうでしたか。私、いえ、自分は去年まで勤務が茨城だったので、祖母の口調が移っちゃって、その、まあ普段はうまく隠してるんですけどね、ちょっといじってあげるだけですぐにこの通りな。大石さん、殴っていいですか。本当は決して笑い話じゃなかった。
つまり夏場の殺しの事件現場は現場検証が厄介になるってことですか？確かに冬場と比べても暑さと諸々で気分が悪くなりますし、そういうことですよね。え？あ、はい、そうです。おかげでこの前の事件直後は部下の捜査員たちが近場の路地でゲーゲー吐いちゃって、後始末が大変でした。ああ、それそれ、聞きましたよ。翌日3人も体調不良でお休みになったって。ともいちゃんはよく平気でしたね。私も決して気分が良かったわけじゃありません。だけど管理職が仕事を放り出して休むなんて部下に示しがつきませんから。食欲はさすがにありませんでしたけどね。わかりますよ。私も若い頃は現場検証の後、料理の何を見てもいろんな想像をしてしまって、数日間何も口にできませんでしたね。自己管理がなっていないと上司によく叱られたものです。え？そんなケースこそ想像できませんよ。すみません、ケイシ、つい調子に乗って失礼な物言いを。いや、別に気にしないでください。むしろ私はあまり肩肘を張って話される方が苦手でしてね。同じ桜の大門を背負う仲間として普通に接していただけたら嬉しいです。そうですか？そうですよ、ともいちゃん。赤坂さんには私と同じように心も体も許す感じで接してくれたらいいんですからね。あんたにその両方とも許した覚えは断じてない。なっは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 。ま、犯罪者を追って完全懲悪の範を示すことに違いはないってことですよ。ですから捜査のためにご協力をお願いします。あ、はい。こちらこそよろしくご指導お願いします。自分は公安の方とご一緒に仕事をするのが初めてなので、いろいろご迷惑をおかけするかもしれませんが、勉強不足で申し訳ありません、警視。いやいや、そんなことはありませんよ。私は、所轄の方々に比べればこういう凶悪事件の現場経験は大したことはありませんので、若輩者で勉強不足なのは警備よりもむしろ私の方ですよ。そんなご謙遜を。自分は学も知識も浅いゆえ、偉そうに言えるほど現場を知っているわけではありませんので、警視にそう言われると面はゆい限りです。たくさん経験したところで慣れるものではありませんし、偉いというわけでもありませんよ。ものになるのかならないのかは本人の資質というやつですからね。恐縮です。とりあえずまだ昼前で本格的には暑くなっていませんから、なるべく早めに済ませましょう。そうですね。それじゃ行きましょうか。
畠山か。雛見沢の御三家と違って、ただ出身が雛見沢というだけの普通の家族です。それに例の事件の直後でしたから接触を控えていたのですが、すみません、裏目に出ました。おや、どうかしましたか？あ、いえ。大石さん、何か音が聞こえませんか？音ですか。何も聞こえませんが、ともいちゃんはどうです？私も特には。どんな音でしたか？あ、いや、すみません、気のせいかもしれません。あの畑、税金対策ですよ。農地だと不動産にかかる税金が安くて済みますからね。税金対策？ええ、この辺りは地価が数年前と比べて格段に高騰しているんです。それに加えて再来年には地下鉄の駅がこの近くに開通しますので、完全な売り手市場だから、あの土地の持ち主はそれまで農地として節税しているんだって聞きました。あの野菜はどうするんでしょう？近所の人の話だと好き勝手に取り放題だそうです。それでも余った分は秋頃になったら全て焼き捨てているみたいですね。それにしても嫌に静かですね。まるで廃墟の街ですよ。ここは新興のベッドタウンですから、昼間は人が少なくなります。商店街もちょっと離れていますからね。とはいえ、普段なら主婦の方々が道端とか近くの公園とかで話し込んだりしているのですが、さすがに今はか。それにしても都会の建物はやはりおしゃれな作りをしていますね。赤坂さんのお宅もこんな感じですか？
いえ、私の住まいはもっと都心寄りの古くからの住宅街ですから、こんなに小綺麗な建物はないですよ。自分はこういう街にはあまり住みたくないですね。誰かと一緒に暮らすならもっと。失言でした。忘れてください。さて、それじゃあ行きましょう。ともえちゃん、お願いできますか？さっきから気になってたんですけど、いい加減私のことはちゃんと見ないって上の名字で呼んでくれませんか？ん？気に入りませんか？好き嫌いの話じゃないです。子供じゃあるまいし、公務の時くらいはきっちり節度を守ってください。周りに示しがつかないでしょうが。でもそれだと今度は妹さんと区別がつかなくなっちゃうじゃないですか。つきます。双子じゃないし顔だって似てないでしょうが。だいたい同じ見ないでも、あっちは巡査で私は警部なんだから、そんなに区別って言うならちゃんと見ない警部って呼んでください。しかしですね、私は親しい人には肩書きなしでフレンドリーに呼びかけるのがポリシーなんですよ。ねえ、赤坂さん。あ、ははは。というわけなので、少し多めに見てくださいな、ともえちゃん。もういいです。さっさと入ってください。すみませんね、警部。大石さんも悪気があるわけじゃないんです。むしろ。分かっています。別に自分は怒っていませんので。どうしました、ケイシ？あ、いや。まさかな。
この部屋が犯行現場ですか？ええ。実際に自分の目で見ると悲惨さが一層伝わってきますね。ひどいものです。鑑識の話では、県警全域の記録でもこれだけの事件は近年稀だそうです。しかも、被疑者は捜査員が突入する前に自殺。おかげで、原因も詳細も一切が不明のまま。お子さん二人のうち、一人は銃撃を逃れて病院に運び込まれたと聞きましたが。ええ、病院からの連絡では、峠を越して今朝意識を回復したそうです。ただ家族が全員死んでたった一人だけ生き残って、彼女は今後どうするのか。これは、そうですね。祀られているのはお社様ですな。近所の人の証言だと、何でも祖父の一馬は熱心な信奉者だったとか、悪さをした近所の子供たちに注意するときにも必ずその名前が出ていたようです。お社様の罰が当たるか。私も最初はよくあるお年寄りの例え話だと思っていました。でも例の事件と翌日に起こったこの事件を知ってからは。あ、すみません。こちらも事前に危うい情報をつかんでおきながら。結局お気遣いなく。
これでまだ終わったわけじゃないんですから。ね、赤坂さん。畠山一馬は確か無役の一般村民という話でしたよね。ええ、雛見沢の御三家、特に園崎家と比べれば大した仕事をやっていたわけじゃありません。それでもよく調べてみましたら、数年前に体調を崩すまで年寄り連中の末席で議事に加わっていたみたいですよ。であれば、その信心の強さも頷けますね。ここにもあるんですね。ところで、巴警部、次に行ったら本気で蹴っ飛ばしますよ。冗談ですよ。彼女は尋問できそうなんですか？ええ、まあ。まだ若いので回復も早そうです。体力が回復した段階で医師立ち会いのもとで事情聴取を予定しています。の割に言い方がらしくありませんね。何か問題でも？いえ、まだ何とも。家庭の息を出ませんので。現在、彼女は警察病院内の特別病棟で主治医をつけて治療中です。数日中には連絡がもらえるものと思います。とはいえ、体は無事でも心はそういかないでしょう。そちらの具合は大丈夫なのですか？わかりません。弟が殺害されたところを見ていたかもしれませんし、ただ事件の詳細を知っているのは彼女一人なので、慎重を期した上で深い内容を聴取したいと思っています。深い内容？トモイちゃん、勝手ばかりで申し訳ありませんが、その事情聴取よろしければ我々も参加させていただけませんか？その子の話が何か参考になるかもしれませんので。それは構いません。ただあまり突っ込んだ内容は控えてください。ただでさえ今回の事件はデリケートな部分が多いものですから。ええ、分かっておりますって。巴ちゃん、私のことを何だと思ってるんです？
これでも警官の端くれなんですよ。そうでしたね。いい勉強になりましたよ。いろいろな意味で。なっはっはっは。そう言ってもらえるとありがたいな。ねえ赤坂さん。はあ。窓を開けますか。ちょっとカメラを撮ってきます。見ない警部、車のキーを貸していただけますか。あ、はい。何か写真でしたら私のをお貸ししますが。いえ、せっかく持ってきましたから自分用の資料も用意しておきたいので。わかりました、どうぞ。
はい、こちら11号車。あ、赤坂さんですか。お疲れ様です。まどかです。あ、どうも。何かありましたか。お姉ちゃん、未来警部はいますか。花田刑事から至急連絡を取りたいとことづけを頼まれたんですけど。至急？何か起きたのですか。詳細は不明ですが、至急とのことです。わかりました、伝えます。花田くんが私に？何でしょう？さあ、そこまでは。それにしてもなんで花田さんじゃなくてまどかちゃんが連絡を？多分用心のためでしょう。大石さんたちの捜査に協力していることは署のお偉方にも秘密にしていますから。いや、そうじゃなくて、なんで花田さんが直接連絡してこないのかなと。それは。今朝ここに出てくるときにミスった部下を怒りすぎてしまいまして、それでみんな怖がっているのだと。失礼な話です。笑い事ではありません。そもそもうちの署は情けない男が多すぎる。それもこれもトップの署長があんなだからいけないんです。まあまあ、そう言わずに。昔はヨラバキルなんて感じの名うての刑事さんだったんですよ。とても信じられません。大体それに、もうすぐ智恵ちゃんの弟になるお方じゃありませんか。でも署長さん、真剣な交際だって聞きましたよ。何でも近いうちにご両親に彼女を紹介するって言ってましたし、その時には智恵ちゃんも。冗談じゃありません。あんなおっさんにお姉さんと呼ばれるくらいなら、私は今すぐに出家して一生俗世間から離れて暮らします。大体まどかもまどかだ。もともと年上受けが良くて、学校の先輩はおろか先生にまで告白されてましたが、まさか結婚相手までそっち系で行くなんて一体何考えてるんだ。いや私に言われましても。しかもその相手が私の上司だなんて。これって何かの嫌がらせ、それとも仕返し、因果応報で自業自得。
ていうか、それを言うなら私が一体何をした？まあまあ。そもそも姉の私が未だに独り身だってのに、クソ忙しい中くだらない報告ばっかりしてきやがって。この前なんかこっちが朝方まで残業してた直後にご機嫌で、昨日はカオルさんとデートでフランス料理のフルコースだったよって。あ、そうですか、よかったわね。どうせ私の夜食はコンビニの粉っぽいカレーよ。さらにこの前なんか、ねえ、あの駅前のホテルから見える景色って最高よねって。ああ、そうですか、よかったわね。こっちはブラインド越しに汚いビルだけが見える最悪の景色よ。まだあった。私が仮眠室に向かう途中で会った時なんか、ロイヤルスイートって素敵よね、ベッドがふかふかで気持ちいいのよって。あと、ああそうですか、よかったわね。こっちはカビ臭い毛布を羽織ってせんべい布団に潜り込んで1時間の小休止よ。落ち着いてください、見ない警部。とりあえず見ない警部、連絡を取っていただけますか？お見苦しいところを失礼しました。それじゃあ連絡してきます。電話ボックスってこの辺にあったかな？先ほど通り過ぎたテニスコートの脇にあったと思いますが、なんでしたら畠山家の電話をお借りしては？まだ通じているようですよ。いえ、やっぱり無線の方が早いです。それじゃあちょっと失礼します。ああ、私もちょっと換気に。タバコは車外でお願いしますよ。そうだな。
なんだこれは。なんだ。なんだ、大石さんですか。いやいや、驚かせてすみません。それにしても凄まじいですな。ええ、私もあっけに取られていたところなんです。お社様の怒りを鎮めるための儀式か。それにしてもこれは。何か切迫した情念のようなものが伝わってくるようですね。そういえば大石さん、花田刑事から見ない警備への連絡は何だったんですか。ねえ、まあ例の件です。詳しい話は智恵ちゃんから聞いてください。下で現場の写真を撮っていますので。遺留品がまだ残っていました。帰ってから鑑識に回します。何なんでしょうかこれは。家族の誰かの服用薬でしょうか。畳の縁で盲点になっていたようですね。よしこ氏のものでしょうか。彼女はどうやら頭痛持ちだったらしいですから。かもしれません。鑑識記録にもこれに関する記述がありましたね。赤坂警視、
先ほど例の君吉家周辺で捜査を行っていた花田刑事から連絡がありました。どうやら祖母の君吉亜紀が数日前から外出していないそうです。家の中に引きこもっているということですか？それならまだいいんですが、気になることがあるということで、これからあの家の君吉当時に任意で聴取を行うそうです。戻り次第報告があると。